ジェイコブ・バターフィールドは、イングランド・ブラッドフォード出身のプロサッカー選手。メルボルン・ビクトリー FC 所属。ポジションは MF。マンチェスター・ユナイテッド FC のアカデミーでプレーを始めたが、15歳で退団。その後、バーンズリー FC のアカデミーに入団した。2007年8月のリーグカップ、入荷するユナイテッド FC 戦で、トップチームデビュー。 2009年8月8日のシェフィールドウェンズデー、FC 戦でプロ初ゴール。2011年9月17日のワートフォード、FC 戦ではキャプテンを務めた。クラブでの活躍から U-21 イングランド代表の招集も受けた。2012年7月3日、ノリジシティ FC と4年契約を結んだ。ところが、レギュラー争いで苦戦し、 出場機会がほとんどないままベンチ暮らしが続いた。11月8日、ボルトン・ワンダラーズ FC の1ヶ月の短期レンタルで加入。12月1日、レンタルを1ヶ月延長。2013年1月3日、レンタル終了によりのリッチに復帰したが、16日に今度はクリスタル・パレス FC にレンタル移籍。2013年9月2日、 ミドルズブラ f c に移籍。契約は3年で1年の延長オプションがつく。2014年8月13日、アダム・クレイトンとのトレードでハダースフィールドタウン、f c に移籍、4年契約にサインした。シーズン終了後、サポーター投票でチームのベストプレイヤーに選ばれた。2015年9月1日、500万ポンドでダービーカウンティ f c に移籍。 2017年8月31日、シェフィールドウェンズデー FC に、レンタル移籍。2019年7月30日、ルートンタウン FC に移籍。2020年10月26日、メルボルンビクトリー FC に移籍。ユースプロ、ありがとうございます。